測量士とは、測量を行う職業及び、専門職。オーストリア及びドイツ連邦共和国では、バーメイサンステクニッカーと呼ぶ、ステータス的には、測量士は、技術的な職に従事対応し、フィールドサービスはほとんどをこなし、その後の解析計算までは、事務所で実行、教育訓練を通して独立して働くことも可能。 土地計測に関しては特に困難な作業については測量技師の支援が不可欠。主なタスクはオフィス及び社内サービスでは収集された測定データをコンピューター上で評価し適切なグラフィックス及び地図及び計画用を印刷等の諸技術で対応する。日本において測量業者に配置が義務付けられている国家資格である測量法に基づき 国土交通省国土地理院が所管している。測量士は、測量業者の行う測量に関する計画を作成し、または実施する。測量士法は、測量業者の作成した計画に従い測量に従事する。一般に、測量業者の行う基本測量、または公共測量に従事する測量技術者は、測量法に定めるところにより登録された。 測量士または測量士補でなければならない。また、測量業者は、その営業所につき、一人以上の有資格者を設置する、ことが、測量法により規定されている。資格、編集文部科学大臣の認定した、大学、短期大学、または、高等生、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する、専門の養成施設において1年以上測量士補と、 なるのに必要な専門の知識及び技能を習得し、測量に関して2年以上の実務経験を有する者、測量支法で国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において、高度の専門の知識及び技能を習得した者、国土地理院が行う測量試試験に合格した者、測量試試験、編集毎年5月中旬頃、札幌市、仙台市、秋田市、 東京都、富山市、長野市、静岡市、名古屋市、大阪市、松江市、広島市、高松市、太宰府市、鹿児島市、那覇市で行われる。受験料は4250円。試験科目、編集午後試験筆記試験。13時半から16時までの2時間半。必須1問、選択2問を回答する。必須科目計算と法理論や届け出事項、予知。 防災などに関するもの、必須選択科目計算問題や作図に関するもの、選択1選択2選択4午前試験筆記試験、10時から12時半までの2時間半、午前の合格点は400点以上である、測量関連法規、条約多角測量半地球測位システム測量、水準測量地形測量写真測量地図、編集応用測量地理情報システム足切り午前、 試験で350点以下の場合は、足切りとなり、午後の採点はされない。午前と午後で1400点満点中910点以上で合格。計算機は午前、午後とも、国土地理院より指定されたものを対応される。午前試験は、マークシート、午後試験は、記述式、語群選択、計算、作図、即居。資格試験の一部免除や、任用資格は以下の通り。 合格率、編集平成29年度は2989名、受験し、合格者数は351名、合格率は11.7%であった。トレーニング、編集地理情報技術における職業の構造トレーニングは後に、ベレフェスピルトングスガセイツとジョマティッカーで地理情報システムについて、2010年8月1日に測量と、 産地測量分野に対する共通のトレーニング規則が施行された。トレーニングは3年間続き、職業訓練学校とトレーニング会社のデュアルシステムで行われます。主に公務員、公認測量技師及び民間エンジニアリング会社で行われます。実地訓練には科目理論及び一般教育科目における職業教育が伴います。 特定の学校教育は必須ではありませんが、少なくとも中等学校の卒業証書がトレーニングセンターから期待されます。コンテンツ、編集トレーニングフレームワーク計画に従って、ジオマティクスとの共同資格はトレーニングの最初の年に行われます。法的及び管理上の規制、地理情報及び地理データ管理プロセスの基本がここでの焦点です。2年目には、 計測器や地理情報システムの処理や、計算や視覚化オプションなどの測量方法論に関する職務固有の知識が伝えられます。結局のところ、3年目は、それぞれの研究分野に焦点を当てています。学問、編集見習いの3年目には、専門、または山の測量の2つの分野のいずれかで、より専門的なトレーニングが行われます。調査の分野では、技術調査、 不動産台帳、建築規制に焦点が当てられています。山岳測量の分野では、工業固有の測量方法、体積物の記録と描写、及び工業技術が教えられています。本試験、編集トレーニングの2年目の初めに、筆記中間試験が行われます。トレーニングの最後に、4つの実用的な部分と、技術的なディスカッションで構成される最終試験があります。 実践的な部分では、受験者は企業契約を実行して文書化するか、ケーススタディとタスクをアドバイスする必要があります。職業訓練校への訪問が成功すると、卒業証書が発行されます。これは、セカンダリー EI が存在し、ファカバーシュルに入学するための最終試験条件に合格した場合です。トレーニング、編集、ドイツと同様、 職業訓練法に基づくオーストリアの正式名称、測量技師は、バーメイサンステクニッカー、イン、選択できる、専務、測量技術の実習生は、3年半のデュアルトレーニングを受け、最終実習生試験でこれを完了します。オーストリアでは、この試験により、ベルフサトゥーラへのアクセスが可能になり、その結果、短科大学、短科大学及び、 総合大学のより高い資格が得られる。例えば、地理情報とデータ管理の分野向けのアカデミックトレーニングが提供されています。測量士はコースを通じて、また技術エンジニアの分野での技能試験に合格した後、自営業者になることができる。測量士のタスクは内部および外部です。コンピュータ支援の測定方法はフィールドサービスに費やす時間をますます削減している。 これは多くの場合、プライベートオフィスのフィールドオフィスでは測量士だけが必要であることを意味し、従業員には自分が担当する調査業務があります。詳細は、測量業を参照測量業を営もうとする者は、個人、法人の別を問わず、測量法の定めるところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣に申請して測量業者としての 登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない。日本標準産業分類によれば、土木建築関連のサービス業という分類に測量業があり、基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量、境界測量などの専門的なサービスを提供する。 事業所を有となっている。主に国土地理院が行う基本測量、測量にかかる費用の一部、または全部を地方公共団体等が負担する公共測量、基本測量及び公共測量以外の測量に分類される。このうち基本測量及び公共測量以外の測量とは建物に関する測量その他の局地的測量または 小縮尺図の調整その他の高度の精度を必要としない測量で精霊です。基本測量、公共測量、基本測量及び公共測量以外の測量を受け負う営業を測量業と定め、測量業の登録を受けなければならないとされている。測量方法は、下記のように分類される、三角測量多角測量半地球測位システム、 測量、水準測量、地形測量、写真測量、注釈、転居。ありがとうございます。